こんにちは、ミカです。プロ級のパンが家庭で焼ける本格パン作り改善という本を出版しました。台湾でも翻訳本が発売され、多くの人にパン作りを楽しんでもらえているのがとても嬉しく感じています。今日はこの本の中からジャムパンの作り方をご紹介していきます。こちらがパン作りの工程です。主に9つの工程に分かれています。このパンは計量から焼成までだいたい3時間ぐらいです。まず計量とミキシングをしていきましょう。ボウルに強力粉を測ります。細かい材料は小さな容器で計量し、その都度ボウルに加えていきましょう。カードの丸い方でざっくり混ぜましたら、水と卵を加えていきます。さらにカードで混ぜていきます。粉気がなくなるまで混ぜていきましょう。粉気がなくなったらテーブルに生地を出していきます。ボウルに残っている生地やお粉もきれいに出してあげてくださいね。まだ材料が全部混ざりきっていないので、もう少し混ぜ込んでいきます。手のひらの付け根を使ってテーブルに生地をこすりつけるように材料を全体的に混ぜ合わせていきましょう。材料がしっかり混ざって手と一緒に生地が戻ってくるようになったら、今度はこねていきます。右手で左奥行って戻ってくる、左手で右奥行って戻ってくるというように V 字を描くように生地を転がしていきます。この時力をしっかり入れて転がすようにしてください。生地に弾力が出るまで続けていきます。生地に弾力が出たのでグルテンのチェックをします。生地を引っ張ってみましょう。すぐ切れなければ OK です。ゴムのように弾力が出てきているようでしたら、冷蔵庫からバターを出してきてバターを混ぜ込んでいきます。カードで細かくカットしていきましょう。広げた生地の上に乗せて茶巾状に包んでいきます。最初にやった生地を台にこすりつけるようにバターを混ぜ込んでいきます。バターが全体的に混ざったら生地を丸めていきます。横からくるくる巻いて生地の表面がピンと張るまで丸めていきましょう。閉じ目を下にしてボウルに入れたら一次発酵です。30度で40分見ていきましょう。一次発酵の間にフィリングを作っていきます。お好みのジャム 100g のうち半量を小鍋の中に入れていきます。そこにコーンスターチを加え、よく混ぜていきましょう。 2,3 回に分けて入れていきます。しっかり混ざりましたら残りのジャムも加えていきます。全体的に混ざりましたら、中火と弱火の間の火にかけて混ぜながら粘り気が出るまで水分を飛ばしていきましょう。柔らかいと成形しにくいので、なるべく水分は飛ばすようにしてください。炊き上がりましたら火から下ろしてバットに開けて冷ましておきます。40分経ちましたのでガス抜きと分割をしていきます。まず発酵が完了しているか確認しましょう。打ち粉をつけた人差し指で生地の横を刺してみて、あの大きさが変わらなければ発酵完了です。打ち粉をしたテーブルに生地を出していきます。手のひらで数回押してあげてガスを抜きましたら、生地の中心に切り込みを入れていきます。広げて1本の棒状にしましたら6分割をしていきます。1個 60g です。生地を丸めてベンチタイムを取ります。それぞれを手のひらの中でくるくる回しながら緩く丸めましょう。丸めましたら少し間隔を空けて生地を置いて、乾燥しないようにふんわりラップをかけてこのまま10分置いておきます。10分経ったので成形をしていきましょう。テーブルに打ち粉をして、閉じ目を上にして生地を置きます。綿棒でカードと同じぐらい、パン作りに慣れていない人はカードより一回り大きいくらいに伸ばしていきます。冷ましておいたジャムを6等分にして、
生地の中心にジャムを乗せていきます。縦長に乗せてあげるようにしていきましょう。両端から生地を持ってきて合わせ目をしっかり閉じていきます。この閉じが甘いと後でジャムが出てきてしまいますので、しっかり閉じていきましょう。合わせた部分をどちらか片方に倒して手のひらでぺちゃんこにしておきましょう。残りも同様に成形していきます。6個できましたら最初の1個を取って綿棒で生地を伸ばしていきましょう。だいたい20センチくらいまで伸ばしてください。横は生地の厚さを整える程度に綿棒を当てていきます。カードで切り込みを入れていきます。真ん中から入れていきましょう。その両サイドに2本ずつ入れていきます。全部で5本入れていますが、入れにくいときは3本でも構いません。下から斜めにくる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 巻いていきます。巻き終わりましたら反時計回しにくるりと生地を回してあげて、巻き終わりを1つ手前の生地の下に入れていきます。もう1回やっていきますね。切り込みを入れるときはしっかりね、下まで確実に切ってあげてください。左下から右斜め上に向かって巻き終わりは一つ手前の生地の下に沿わせていきます。8号のアルミカップの上に乗せていきましょう。別の角度からもお見せしますね。6個作りましたら最終発酵していきます。35度で30分発酵させていきましょう。途中オーブンに余熱を入れといてください。180度で余熱を入れていきます。30分経ちましたので焼いていきます。生地の表面に卵を塗っていきましょう。生地のくぼみの部分に卵がたまりやすいです。この部分に卵がたまらないように全体的に卵を塗るようにしてください。180度で10分焼いていきます。はい、焼き上がりました。いい色に焼けてますね。私は今回カシスジャムを使いましたが、他のジャムもおすすめです。本格パン作り大全、他にもいろんなパンが載っています。あんパンやクリームパンなど、町のパン屋さんで売ってるパンやバケットやブリオッシュ、シナモンロールに茶畑まで、世界中のパンのレシピが載っています。その他にも製法別にパン作りをご紹介しています。見かけたらぜひ手に取って見てみてください。ではまた。